みんな大好き上野動物園。上野動物園にはおよそ350種の動物が暮らしているんだって。今日はそんな上野動物園の動物たちについて動物解説員さんにいろいろ質問しちゃいます。ホッキョクグマやペンギンはどうして日本の猛暑に耐えられるのですか？ペンギンというと寒いところにいるイメージがあると思うんですけれども、実は上野動物園で飼育しているケープペンギンという種類はアフリカの暖かいところで暮らす種類のペンギンなんです。ホッキョクグマは実際北極すごく寒いところで暮らしているんですけれども、上野動物園では夏は例えば運動場にミストといって霧のようなものですね、それをこう吹き出してあげたり、あるいは氷をあげたり、それからプールで泳いだりして日中はしのいでいます。そして夜は涼しいお部屋に入れてあげます。お部屋の室温は20度を超えないようにしていて、涼しいところで夜はゆっくり休んでもらっているんです。ゾウの鼻には骨がないって本当ですか？はい、本当です。まあ、私たち人間の鼻の中にも骨は入っていないんですけれども、ゾウの長い鼻の中にも骨は入っていません。同じ長いものというと、例えばキリンの首とかフラミンゴの首というものが思い浮かびますけれども、そういったものの中には骨が入っているので、よく見ると曲げた時にカクカクした感じに見えることがあります。ところがゾウの鼻の中には骨がないので、もう全く自由にどうにでも曲げられるんですね。ゾウは大変体が大きい動物です。実際上野動物園で飼育しているアジアゾウの場合、体重はだいたい3トンから5トンほどもあります。それだけの体重を支えるためにゾウの足の形はまるで柱のような太くて円柱状になっていて、物をつかめるような形にはなっていないんです。なので鼻が私たちのでいう手の代わりになって、餌を拾ったり、あるいは砂浴びをしたり、水を飲んだり、他のゾウとコミュニケーションを取ったり、いろんなことをしています。ぜひいろんなゾウの鼻の動きというのを観察していただけたらと思います。生まれたばかりの動物はいますか？はい、まず大きな動物としてはキリンですね。2月2日にメスの赤ちゃんが生まれました。名前を光というふうにつきました。生まれた時には頭までの高さが164センチメートルでした。もう今では2メートルを超えるぐらいがどんどん大きく成長しています。そしてニホンザルの子どもたちが4月、5月、6月にそれぞれ1頭ずつ生まれています。生まれてすぐはずっとお母さんに抱かれたままだったんですけれども、どんどん成長して今は子猿同士で遊ぶようになっています。それからペンギンですね、4月25日に生まれて育っています。そんな様子もぜひ見に来てください。パンダは1日14時間かけて竹を食べるって本当ですか？実際に14時間かけて食べてるかっていうのは一概には言いません。やはりその時々の条件というのがあるので、ただ実際すごく時間をかけてたくさん食べるっていうのは本当です。ジャイアントパンダというのは肉食動物の仲間に入ります。それなのに竹を食べています。実はお腹の中は肉食動物専用になっているので、竹を上手に消化することができないんです。食べた分のだいたい2割から3割ぐらいしか消化できないので、その分大量に食べないと生きていくのに十分な栄養を取ることができないんです。上野動物園のクマは冬眠しますか？はい、動物園でも冬眠をしています。この前の冬にはウタというメスが12月17日から冬眠を始めて、4月28日に目覚めました。動物園でも環境を整えれば冬眠をするんです。具体的にはどういうふうにするかというと、秋のうちにたくさん餌を食べさせて、だいたい普段から 30% ぐらい体重を増やして、冬眠に耐えられるだけしっかり脂肪を蓄えさせておきます。その上で時期が来ると餌を急激に減らします。ある日餌の量を半分にし、そしてその次の日にはまたさらに半分にするということで、餌がなくなるという環境を作ります。
野生でも実際ツキノワグマは餌がなくなることが引き金になって冬眠に入るって言われているので、それと同じ環境を作るんです。で、冬眠のためのお部屋はだいたい東北地方の山の気温と同じようにすごく寒くしておきます。実際マイナス5度ぐらいまで下げておくんですね。そうやって温度も整え、そして他からの影響がないように、あの音も遮断する部屋、静かな穴蔵のような部屋に入れて冬眠させています。上野動物園の動物たちについていっぱい教えてもらいました。上野動物園の開園日、開園時間については上野動物園のホームページをチェックしてみてね。